では、行祖です。ちょっと霊視もそうなんですが、五音絶句の20文字が続いたものですから、たまにはと思って14文字にしました。まあ、かといって字がそれほど大きくなるわけではないですね。この字数が少ない時っていうのはこの時間ですね、字と字の間隔、これが大事で、緊張してないといけませんね。筆は隷書と同じ羊毛ですね。動きすぎたと感じもありますが、もう少しとどまるところですね、ぐっと抑え込んだところがあっていいかなとは思いますけど、まあ、あまり動きすぎるとちょっと落ち着きがなくなりますのでね、そこら辺が程度もんだと思うんですが、まあ、何枚も、書いて修正していくという作業が大事ですね。